闲散的度过其他的行程，我完全迟到了。わ、悪い悪い。攻めるのは昨夜の面白かった特番に行ってくれ。ほう、女の子との待ち合わせに遅刻して言い訳がそれってわけ？みーちゃんだって今来たばかりなんだよ。昨夜の密着24時間面白かったしね。你到底什么东西啊？けいちゃん、あのあとレナ大張り切りだったらしいよ。別に俺がけしかけたわけじゃないだろう。そんな大変じゃなかったから気にしないでよね。夕べから今朝まであのテンションらしいよ。責任取れんの？わかった、俺も男だ、責任は取る。怎么想都想不通。2kg くらいかな。2000克。レナね、荷物持つときよっこらしょって言ってた。5kg。それはオーバー。ケイチ君男の子だからきっといっぱい食べるだろうと思って。たくさんね。もう行こう。もう行こう。訂正、俺も5kg。手伝いはするけど全部食べるんだからね。レナを悲しませたら許さないよ。有名人なんだ。連续三年都认识我。悲しいかな。日南沢は人が少ないからね。みんな顔見知りなんだよね。つまりなんだ。知らない顔が歩いてれば、それは自動的に新しく引っ越してきた前原さんってことになるわけか。うん、そういうことになるね。色狼的标签，可怕的出现了。もちろんわかるよ。もちろん。最初に会ったのが牧野林店の竹蔵おじさん。趣味は盆栽と尺八なんだよ。太厉害了吧！次が乾物屋のおじさんの大好き。趣味は狙撃で、将来の夢は超 A 級スナイパーだとか。部落小的好。それで今の人は入江診療所の看護師のミオさん。趣味は野鳥の観察と撮影だって。すれ違った全員の名前までわかるのかよ。プロフィールまで。まあね、ここいらは都会みたいにご近所付き合いが希薄じゃないからね。試しに聞いてみよう、今ここにいる俺は誰だ。前原圭一君、意地悪なこと言うけど本当は優しいテレアさん。転校してきてようやく3週間。趣味は昼寝。最近トランクス派に転校。等等、为什么这个人太知道？どうして？四角内裤。もういいもういい。トランクス。それもいい。太可怕了。太可怕了。これじゃあさ、
俺のための案内ってより俺のお披露目みたいだな。そうだね。うちらさ、これだけ賑やかに練り歩いてたからね。みんな思うんじゃない？ケイちゃんも雛見沢に馴染んでくれたんだって。雛見沢は過疎だから、村中みんなが新しい仲間を歓迎してくれてるの。あら、こんにちは。仲良しそうでいいわね。藤島さんちのおばさんだよ。こんにちは。あら、前原くん、両手に羽でいいわね。どう、生活はもう慣れた？グッド、グッド。でね、そろそろお昼にしないかな。俺も男だ、努力はする。だが量が多すぎる。よし、ケイちゃん、ここはおじさんに任せなさい。レナ、どうせ食べるならさ、見晴らしのいいところで食べない？わー、うん、それいい、賛成。神社。ここはね、古出神社っていうの。多分見晴らしが一番いいところかな。ここの場所よく覚えといてね。もうすぐここでお祭りがあるんだから。へえ、祭りにしちゃちょっと早いシーズンだよな。渡流しは夏祭りじゃなくてね、昔は冬の終わりを喜ぶお祭りだったらしいよ。祭典就是要在夏天举办的，但想法都会感到羞耻。さて、弁当を広げてっと。うん、うまいぞ。こんにちはです。我怎么会有梨花酱跟沙豆口？人海战术。騒がしいから来てみれば、これは何ですの？見りゃわかるだろ。これからランチタイムだ。ビュッフェスタイルだ。レナの手作り弁当に舌鼓だ。そんなの見ればわかるでございますわ。どうして人様の庭でござなんか広げてますの？神社は公共の場所だぞ。勝手に独占するな。圭一の言う通りですよ。みんなのお庭にしますです。くぅ、やっぱりリカちゃんはいい子だな。座りな、あそこ。一緒に食べよう。一緒に食べよう。ちょっとお待ちなさいな。私はどこに座ればいいんですの？お前に座る場所はないし、食べる分もない。大丈夫だよ、サトコちゃんの分もちゃんとあるから。ない、サトコの分も俺がいただく。そんなことは許せませんの、リカ。はい、お箸です。いやはや、ケイちゃん乗せるのうまいわ。ほんと才能あるのかもしれない。はい、お皿。みーちゃんもリカちゃんも。僕たちも頑張らないとな。そうだね。よし、温泉と行くかな。いっぱい食べてね。ちゃんとみんなの分あるから。肘は反則だろう、サトコ。襟首をつかむのも反則でございます。あー、最後のミートボール。校長、サトコ破れたり。也倒是。都还蛮和平。
本語ってやつはさ、どうしてこう味に対する賛辞が少ないんだろうな。食事中の段々って考えがそもそも近代に入ってからだからじゃない？昔の人は無言で食事を済ませたそうだし、作る人もちょっぴり寂しかったろうね。きっと昔の人は食べるのに忙しくて味を褒める暇もなかったのですわ。でもね、美味しいの一言だけでも嬉しいよ。苦労の甲斐があったかなって。美味しいです。美味しいだそう。は？は？はあ、リカちゃん、お持ち帰りじゃなくてありがとう。本当に美味しかったですよ。リカちゃんには褒めてもらったお礼に、じゃーん、これをサービスね。サービス。怪しいやん。なんだよ、サトコ。その挑戦的な目は。皆さんには、レナさんのリンゴを獲得できるだけの賛辞が用意できまして。強気じゃんよ。ご家品のあんたに、どんな賛辞が思いつくっての？では、ご覧あそばせ。あのね、レナお姉ちゃんのお弁当、サトコも美味しかったよ。这什么赞美词啊？抱歉啊，好哦，可以可以，さとこちゃんも可以よ。お持ち帰り。吃下一株苦苹果，太肮脏了，弄得这样搞的。悔しければ。レナさんにご褒美がもらえるような賛辞をお考えあそばせ。可恶啊，竟然用卑劣的手段。嘿嘿，那更不是赞美词。さとこ、それで勝てたつもりとはね、あんたらの底の浅い技とはわけが違うものを見せてあげようじゃない？それは頼もしいぜ、ミオ。それはどんな技なんだ？やるのはケイちゃん。はあ？はあ？見せてもらおうではございませんか、豊島のあがきを。本当に美味しいよな。これってさ、全部手作りなのかい？あ、うん。実はね、これほとんど冷凍物なの。じゃあ、レナの手作りのってどれだい？恥ずかしいな。教えなきゃダメ？どうしても？わかるよ、これでしょ。レナの匂いがしたから。レナの手作りのリンゴのウサギさんが食べたいな、なんて。見事なり。どうよ、さとこ、うちらの完全勝利だね。こんな手信じられないですの。悔しくないもん。最高。リコちゃん、食べないの？
塩水強すぎたかな。ウサギさんがかわいそうです。助けてあげてほしいです。本当にかわいいよ。今夜こそ絶対ポン持ち帰り。これでみんな寂しくないよね。これリカちゃんにあげるね。僕たちが勝ちましたです。やってんのけー。ああ、僕やばいや。喧闹的一天。じゃあね、レナにケイちゃん、また。ミオ、今日はありがとな。楽しかったぜ。また明日ね。ケイチ君も今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかった？ああ、楽しかった。まだ家に帰るのが惜しいくらいだぜ。じゃあさ、ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな。寄り道？遠いのか？ちょっと歩くけど、すぐ済むから。雨下雨下雨下。色山今日は久しぶりだから。久しぶりってレナの用はあのゴミの山かよ。ゴミじゃないよ、レナにとっては宝の山だもん。わあ、新しい山だ。ワク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 。おい待てよ、今行くから。あっとたたた。いいよ、ケイチ君はそこにいて。すぐ転ぶなよ、足元に気をつけろよ。大丈夫だよ、大天然平気。おっと、あ、びっくりした。自動マン驚いたのはこ…ごめんごめん、驚かすつもりはなかったんだ。君はひなみ沢の人ね。僕は富武、フリーのカメラマンさ。ひなみ沢にはたまに来るんだ。写真ってのは被写体に断ってから撮るのが礼儀なんじゃないですかね。ごめんごめん、メインは野鳥の撮影でね、断った試しがないんだよ。いやいや、夕闇に黄昏る少年があまりにも絵になっているんでね、本人の許可を取らずにファインダーを覗いたことを謝るよ。なんで很厉害呢。連れがいたのかい？彼女はあんなところで何をしているんだい？さあね、昔起こった殺人事件の死体でも探してるんじゃないですか？確認要发出这么危险的言论。嫌な事件だったね。まだ見つかってないんだろう？What？馬に蹴られる前に退散するかな。当然、一只手臂。驚かせてすまなかったね、ケイチ君。ケイチ君、怒ってる？
どうだった？掘り出し物は見つかったか？うん、聞いて聞いて。あのね、あったの。ランディ君人形。ランディ君人形ってあれか？ファーストフードの店の前に必ず置いてある。あの、そう、ランディ君。かわいい。お持ち帰りしたい。あれはゴミだろ。お持ち帰りしたきゃしてもいいんだぜ。他の山の下敷きになってるの。簡単には掘り出せないし、あそこ明かりがないからすぐ暗くなっちゃうし。俺も手伝ってやるよ。今日のうまかった弁当の恩返しってことでさ。ありがとう。ケイチ君が手伝ってくれる。ランディ君をお持ち帰りできる。なあレナ、あそこで昔なんかあったのか？問了不该问的问题。ダムの工事をやってたんだってね。詳しく知らないけど。例えばさ、工事中に何かあったのか？为什么他继续问？事故とか？知らない。知らない。哦，这个回答。実はね、去年までよそに住んでたの。え、レナも転校生だったのか？俺はてっきり。だからね、それ以前のことはよく知らないの。ごめんね。还有一只手臂还没找到，对吧？有点恐怖了。Oh my god！哦不 ，Oh my goodness！ 哦，新的 tips， 前任豪宅分尸案，我。